いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。フォトアーティスト広瀬です。今回は成田山公園に紅葉を撮りに行ってまいりました。成田山といえば千葉県ではですね、有名な撮影スポットになります。公園とは言ってもですね、日本庭園の紅葉という感じですね。非常に美しい紅葉がたくさん植えられています。自然の紅葉よりもですね、やはり葉の傷みが手入れをされているせいかなくて非常に綺麗だったので、その部分も写真に収めようということで行ってまいりました。今回のテーマはですね、逆光撮影ということですね。逆光で紅葉を撮るというのはですね、非常に美しく表現できるわけなので好まれるんですけども、今回はですね、その逆光縛りで逆光線でどういうような写真が撮れるかということで撮っています。まずこちらの状況をご覧ください。非常に美しい紅葉があります。その部分をですね、撮ったものなんですが、光のポイントをどうやって捉えるかというところが重要だと思いますね。まずはですね、何をポイントに狙うかというとですね、背景ですね。もちろんもみじはそうなんですが、それ以上に大切になるのが背景。どのような背景で撮るかということによって写真のイメージ全く変わってきます。ストレートに撮るというところで言うとですね、直に光が当たっているとこのような感じで写りますね。目で見ては非常に綺麗なんですが、やはり順光線であるとこのような感じで、質感が出すぎてしまうというか、色の鮮やかさがあまり表現されないんですね。よって裏側から狙って紅葉を撮るということになります。一例とするとこのような感じですね。よく紅葉撮影でですね、撮られるのはこういうふうに背景が暗くなっている状態ということなんですが、これは実際に真っ暗なわけではなくて、日陰であるからこのように暗くなっているわけですね。ですので日陰をですね、背景にするように気をつけていただく。そして背景の部分にですね、あまり光物がない、この時にこのような真っ暗な感じになります。よくあるのは日陰にある幹をバックに撮るという方法なんですが、この感じで言うとですね、ポイントがもう一つはっきりしない。これは前回の動画でもお話ししてるんですけども、一つポンと抜き出るような目立つものがないと意味がないんですね。この場合にはどれもが割と均等に見えてしまっているので、あまり面白みがない。そこでもう少しこのポイントがはっきりする場所で狙っています。奥に木立があって、さらにまた奥に紅葉があるということで、少しこう下の方にですね、色味が出てます。こういったところもアクセントになるので、ぜひ狙ってみていただきたいと思います。このぐらいの感じにするといいですね。逆光線で入る光のムラがありますよね。そして奥に赤いもみじということで、3段階ですかね。この下の部分の明るさの部分と、上の部分にあるもみじの赤い部分、そして光の当たっているこのもみじということになります。80分の1秒、絞り 9.0 で ISO 400ということですね。フォーサーズなので248mm 相当ですね。それではですね、今度は逆に明るくなるところ、背景を明るくする方法ですね。これはですね、空に向かって撮影をします。あえてハイライトにしてしまって、露出の補正をしてオーバー目にします。だが微妙にこういう感じでいきましょうか。空に向かって撮影するとこのような感じで映るわけですが、これはポイントはこちらのもみじですね。こちらのもみじをポイントに撮ってるわけですが、ここはですね、この状態で撮ったところから明るく仕上げていくということになります。このような形になりますね。かなり雰囲気変わってくると思いますね。赤い色が非常に鮮やかに見える。そして斜めにこの3つのもみじがあって、中央部分のもみじが主役で、左下と右上の方にこのもみじが3つで並んでいる状態になっているということですね。少し明るく仕上げることによって背景もすっきりとしてきますよね。こちらは 472mm の焦点距離相当ですね。500分の1秒絞り 8ISO400 で撮っております。少し前ボケに赤を入れていくのも面白いかもしれないので、赤いもみじを前ボケにして緑のもみじを入れていきたい。ソウルライターなどが撮影の時によくやっている方法なんですが、手前側に大きなボケを入れて視線誘導していくという方法ですね。はい、このような形で表現しています。赤をですね、右側そして左上の方にまで配置して、奥の部分は日陰になっているので少しブルーになります。その中に緑のもみじを入れて表現をしたのが今回の作品です。焦点距離が600ミリ相当ですね。
125分の1秒絞り9 ISO 400で撮影しています。まあ、これは明らかに真ん中のこのもみじを主題に置いているということですね。三角形で構成しているので、まあ、三角構図とも言われるわけですけども、このように三角形な形に逆三角形ですね、逆三角形で構成しているということになります。まあ、このようにですね、光の中で目立つ形や色をですね抽出していくという表現方法になりますね。125分の1絞り9で ISO 400で撮影しています。焦点距離は312ミリ相当ですね。公園のポイントでこの庭園の部分ですね、ここすごくいいですよね。でも終わっちゃってる感じだね。さあ逆光になるところを狙っていきましょう。水面のところが面白いのでそこを望遠で行ってみましょう。オリジナルはこのぐらいの明るさですが、それを仕上げてこのような形にしています。逆光線の逆光であるということがよくわかると思いますね。このように光の当たり方、まあそんなに強い逆光ではないんですが、このような形にすることによってですね、背景をシンプルに単純化してですね、モミジを狙っているということですね。ちょっとモミジ傷んでましたね、こちらの方はですね。まあこういったところもありますが、こういう形の紅葉の場所はですねポイントになると思います。また同色で背景を処理するということですね。はい、こちらの写真がそうですね。背景をぼかしてモミジの赤いモミジを背景に持ってくるということですね。こちらは少し望遠倍率が高いですね。560mm相当、なかなか望遠ですが、800分の1 F6.3 で ISO 400で撮影しています。それではですね、今度は対象をモミジにするだけではなくてですね、映り込んだ紅葉を狙ってみるという方法があります。水面に反射している紅葉、これを撮った写真で見ていただきます。はい、こちらになります。水鳥がいるので水がこう揺れてるんですけども、その揺れた瞬間をですね何枚か撮ったうちの1枚です。かなりアブストラクトな表現、抽象的な表現になっていますが、こんな感じの表現を狙ってみるのもちょっと面白いかなと思いますね。特にこの季節、さまざまな色がですね水面に反射してますので、この部分をテーマに撮ってみるのも面白いと思います。こちらは焦点距離長いですね、800ミリ相当です。1250分の1 F6.3 の ISO 感度は3200で、かなり感度を上げてます。まあ、なぜ感度を上げるかというと、当然速いシャッターで切らないと動いてしまうのでブレてしまう、まあ、そうでなくてもブレたように見えてしまうような被写体ですから、この瞬間を捉えるという意味ではこのぐらいのシャッタースピードで撮れる感度が必要になりますね。こちらノイズ軽減使ってますので結構ノイズ感はありません。こういう感じですね、あまりノイズ目立ってないですよね。これはノイズ軽減を使ったことによる効果です。そうでないとかなりノイズが目立ってくるので、こういう場合にはもうノイズ軽減するんだということを頭に置きながら撮影をするという形になりますね。あ、来た来た、こっち来た、もうちょいこっち、この光の中に欲しい。はい、黄色いバックで撮った写真ですね、こちらです。光が目に入ってまして、紅葉したですね色が水面に反射しているということですね。この感じなかなか面白いですよね。こういうようなところを狙ってみると、紅葉撮影の時にしか撮れない写真ですから面白いと思いますね。こちらも400分の1秒まあまあの速いシャッタースピードです。 6.3 開放ですね。 ISO3200 で撮っています。焦点距離800ミリの焦点距離ですね。まあ、さらにはもっとですね、紅葉の鮮やかな紅葉の場所がありましたので、その部分を撮った作品で見ていただきます。くちばしを体の中に潜り込ませている状態なんですが、目がこうこちらを向いていたので撮った写真ですね。非常に美しい紅葉の映り込みがあります。横向きのですね形でいうとこんな感じですね。水を描くとですね、ボケ方が静止した時よりもかなり動くんですけども、この感じもなかなかでも悪くないですよね。300ミリの焦点距離ですから、フルサイズ換算600ミリの焦点距離ですね。500分の1秒絞り 6.3 ISO 感度はやはり同じように3200、ノイズ軽減を使うことによってこのぐらいノイズを感じない写真になります。
まあ、この写真もなかなか面白かったと思いますね。色がこのように分かれてですね、左側と右側で少し色の感じが違うんですが、色がモアレのような表現で出ていて非常に美しい状態ですね。トロッとした感じに見えます。ノイズ軽減を使うとこのような形で綺麗に表現することができます。これはもうノイズ軽減ありきの話ですね。ノイズ軽減がないとここまでの質感はやはり出てこないですね。シャッタースピード400分の1秒、絞り 6.3、ISO 感度は3200、6400にすると少し感度は高すぎてノイズ軽減しても難しいかなというところなので3200で収めております。600ミリの焦点距離ですから、まあまあな望遠レンズということになりますが、フォーサーズはですね、100から400は200から800ミリの相当数、フルサイズ換算相当数になるので、こういった点ではですね、このような写真を撮りたいときには非常にメリットですね。大きさも大きくありませんし、重量もさほどありませんし、その点では撮影しやすいカメラであるということを言えますね。さあ続いてはですね、奥の滝の方に向かっていったところなんですが、上を見上げるとですね、黄色いモミジと緑の葉っぱの感じが非常に綺麗だったので、これを下から狙っています。仕上げた写真がこのような形になります。色調もさることながら、少しハロ、にじみの効果も入れてですね、表現していますね。絵画的な感じで表現しています。よくよく見るとですね、ちょっと油彩を入れてるんですね。油彩を少し入れて不透明度で調整してるので、そんなに油彩がバリバリ入ってる感じではなく見えるんですけども、このちょっとわずかなこう油彩を入れることによって質感が柔らかに見えるんですね。よってこのような形で表現しています。こちらは12ミリの焦点距離、24ミリ相当ですね。125分の1、絞りは 3.2。 こういうような距離のある場合には絞りそんなに絞る必要がないので 3.2 で撮っています。ISO 感度も200と感度を下げて撮ってますね。そして今回の最後はですね、この写真になります。こちらの写真はですね、非常に雰囲気としてはこのように見えるところで非常に雰囲気としてはいいんですが、逆光線の時間帯でないと当然こういう風にはなりませんので、やはり逆光線の時間帯がいいですよね。9時40分頃の撮影ですね。9時40分頃でこのぐらいの感じの光が入ってきますので、まあ、この時間であればまだそんなに人は多くありませんので撮影するには十分だと思います。まだもう少しですね、場所によって紅葉撮影もできますので、ネットなどで検索してみていただいて、写真撮影そして仕上げを楽しんでいただければと思います。長時間ご視聴ありがとうございます。それではまた来週の YouTube でお会いしましょう。